はい、皆さんこんにちは。ワンダレベルビジです。では今回はアーツオブアイアン4都道府県ごと千葉県プレイ続きをやっていきたいと思います。今ですね、静岡に進行中というところになりますので、今回はね、その引き続きということで、静岡との戦争をやっていきたいと思います。で、静岡との戦争の後はですね、実はちょっとロケハンをしてみて、愛知に攻め込んでみたんですけど、愛知がね、結構硬くて、消耗戦に次ぐ消耗戦になるということがよく分かりました。なので、一旦ですね、岐阜を攻略して、三方から愛知に攻め込むというような、作戦をね、取っていこうかなと思ってますので、静岡攻略の後は、もちろん、静岡を占領して、割譲、あるいは、傀儡国にした後、愛知と静岡の間には、要塞を築いて、かつ、飛行場も建てます。で、一方、岐阜、ここもね、サクッと、ちょっと、岐阜県民の方いらっしゃれば申し訳ないんですけども、攻略してしまって、岐阜の方にも飛行場を建ててですね、愛知を、三方から同時に攻撃していくということをね、やっていきたいと思います。静岡と愛知の国境ですね、戦争の結果なのかもしれないんですが、インフラレベルがちょっと低くて、大部隊が同時に展開するにも、ちょっとね、補給という面で結構きつかったので、ここはもう静岡、岐阜、あとは長野、山梨、保護領、この三方から攻略を行っていくっていうのがね、ベストかなというふうに思っています。では、早速続きをプレイしていきましょう。あとは民需の工場がちょっとね、ここに来て不足の傾向にあるので、これもね、ちょっとどっかでいくつかは用意しておかなきゃいけないのかなというところなんですが、なかなか民需の工場も数を用意するのが大変ですね、もう。いっぱいいっぱいになってきてるんで、そうなるとね、占領したところでってなるんですけど、結局今やってみたものの、ここは解放する予定なので、傀儡国にね、していく予定なんで、どうしてもここに立てる意味があまりないんですよね。あとは近接航空支援、あるいは戦闘機を中心に作っていきます。ここもね、解放傀儡国にしてしまった後は使い物にならなくはなってしまうんで、微妙といえば微妙なんですが、でも早速ね、岐阜に対して攻略のための海鮮自由の正当化、ここから始めていきます。岐阜もね、ほとんど行ったことはないんですけど、昔、大阪勤務だった頃、担当してたのが、京都方面担当していて、一部ね、岐阜もありました。ほとんど行ってないんで、なんのこっちゃいという感じもあるんですけど、岐阜といえばやっぱり、ね、信長の野望好き、戦国時代好きとしては、信長が天下布武をね、唱えて、いよいよ天下統一戦を始めた地だというところなんですけど、あとは滋賀県は本当に京都の隣なんでね、ちょこちょこ行ってましたけど、そう考えても、やっぱり、岐阜は、あまりね、ちょっとこれまで縁がなかったところかなというところですかね。で、ちょっとこの後強襲上陸とかをかけていくっていうことを考えた場合に、輸送船の数が圧倒的に不足しているので、輸送船をちょっと厚めに作っていきます。で、逆にもう潜水艦はね、あまりいらないかなというところですね。で、あとは今千葉に展開中のこの第二空母艦隊から、空母をね、中心の艦隊と潜水艦中心の艦隊で分けます。
で、まあ、潜水艦隊と水上部隊で分けていきましょう。で、まあ、極論もあの潜水艦は、ね、いらないかなと思うので、16隻体制で一旦生産をやめましょう。で、やめた上で何を作るかなんですが、まあ今言っていた輸送船、あとは母艦の数ばっかり増えてもしょうがないので、随伴する軽巡ですね、これの数をちょっと増やしていきましょう。で、さらに駆逐艦もでもこれくらいでいいかなって感じだからな。あとはじゃあ強襲揚陸艦とかをね、あの数としては用意していきましょうか。まあ、研究を進めないとそれは建造に着手できないので、建造の方はねやっていきましょう。あと今攻略戦中なんで、地味に民需工場、軍需工場が数増えてるんで、今のうちにね傀儡国にしちゃう前に数を用意しちゃいましょう。まあ、この辺りは傀儡国にした後ね、あっという間になくなってしまう幻の軍需工場と言ってもいいんですけど、あとやっぱり鉄なんですよね、圧倒的に足りないのが。鉄は、まあ、今後戦闘になる局面があまりない可能性が薄いよねっていうところから中心にね、取っていきましょう。で、さっきね船の話をしましたけど、もう年代だいぶ進んできてるんで、先に陸軍の装備をやっぱり研究していきます。で、母艦の方は新しいものへとリプレイスしていきましょう。これがもうちょっとで完成するんで、完成した後に新しい航空母艦の3タイプを作っていきたいと思います。で、完成予定日がっていう話をしてたら、あ、静岡攻略が終わりましたね。そしたらここはどうしようかな。本当はね、静岡完全に我がものとしたい気もするんですが、レジスタンス対策していくのも結構面倒なので、ここは傀儡国にしていきましょう。で、訂正静岡になりましたというところですね。で、生産のラインの見直しと、あと母艦の完成が12月の17日になってますね。なので、まあ、これに合わせて航空母艦のマイグレーションをしていきます。では、まずは生産のラインの調整からですね。どうしても数が合わないということになってくるんで、ラインの調整をしなきゃいけないですね。で、攻撃機、支援機よりかはまずは制空権の戦闘機が欲しいので、これを中心にやっていきましょう。で、足りているところはやっぱり少なめにする必要があるんで、対空砲、これをちょっと削ります。10個ぐらいまで減らず、で、あとは支援装備、これも1個だけ減らしましょう。支援装備はこの後結構必要になってくるんですが、減らします。で、中型戦車、これもちょっと数は減らさざるを得ないので減らします。こんなところかな。これで全部行き渡ってないね。あと2つ工場どっかから削らなきゃだけ。メーカーロケットはそもそも支援砲兵として1体入れてるだけなので、これでどうでしょう。一応賄ない切れてると思います。じゃあこれでいきましょう。では、この後は岐阜に対して戦線を布告していくので、岐阜との国境付近に軍を展開していきます。ここはちょっと申し訳ないんですが、瞬殺するっていうのが重要なので、群馬帝国が介入してきて、群馬帝国にねさらに領土を広げられるっていうのだけは避けたいというところなので、一気に岐阜を攻略するという意味では早め早めの展開ですね。これをやっておきます。まあ、投入するのは3師団でいいかな。3師団じゃないね、3軍。第1軍、第2軍に千葉君の第5軍、これを展開していきましょう。で、残された部隊は
愛知との国境に展開しておきます。愛知の硬さがね、思ったより全然硬かったんですよね。ここまで硬いかというぐらい硬くて、進行しては戻されて、進行しては戻されての繰り返しだったんで、ちょっと正直拉致が開かないなという感じだったんで、このままね戦ってると人的資源がただでさえしょぼいんで、これは無理だということで、まあ、ロケハン時は一度そこでプレーを終了してしまったんで、今回はねちょっとそういう形にならないように、3方向から冒頭お話したように攻撃できるようにしていきましょう。で、第7軍の軍に関して、第8軍かな、第8軍に関しては一旦静岡領に入って、命令待ちにします。で、あとは建設で前線になる静岡のところ、ここにはもう要塞を築いておきます。まあ、レベルはね、まあ、もちろんマックスに越したことはないんですが、数としてはそんなに作ってる時間的余裕はないので、まあ、どちらかというと飛行場をね、先に作るという意味で建設級の順番を入れ替えていきましょう。これで建設の級の順番としては、一番最初に、飛行場が立って、その後に要塞が建てられるようにしたいんですが、今だと飛行場どこに行った？飛行場が消えてなくなった。飛行場をちょっと建てていきましょう。で、建設機の一番上に持ってきて、まあ、800機でいいかな。今、10分の4にしましたけど、1飛行場レベルあたり200機、配備可能なので、800機の航空機で、この愛知上空の制空権を取っていきましょう。あと、艦隊ですね。艦隊。これは、第一空母艦隊。これを、愛知沖、ここに展開しておきます。ちょっと待ってね。第一空母艦隊が動けないのか。となると第二空母艦隊ちょっと数が足りてないな。そしたら一旦、まあ今すぐ開戦という状況ではないので、第一空母艦隊に関しては、この相模湾からにかけてというところかな。厚み湾の中には大型は入れないですね。これはしょうがないかな。じゃあこれで時間をガガガガーっと進めていきます。はい、ここで成田空港の拡張国家方針が終わったので、次の空軍演習に入っておきましょう。で、あとはですね、研究のところ、支援火器の4、まあ、陸軍の装備ですね。あとは偵察衛の3、これ入れています。まあ、偵察衛はね、結構戦術で敵に優位になるようなものをバシバシ入れやすくなるんで、気に入って結構最近は研究の優先順位を上げています。あとは発展型の野戦砲の3、
これを入れていて、最後に歩兵装備の3も新しく入れてますね。なので、海軍の、増強をしたいと言いつつ、やっぱり陸軍優先ということになっています。で、あとはですね、岐阜への宣戦布告の事案なんですが、これいつ終わるか確認しておきましょうか。一応終わるのが小さいんですが、3月の12日ということで、あと約2ヶ月ですね、ゲームの進行上は約2ヶ月んで、岐阜への宣戦布告が可能になりますというところですね。なので岐阜との宣戦布告までもうちょっと時間としてはあるかなというところになります。で、あとは航空機の配備状況なんですが、一応ですね、今4段階まで800機配備可能なところまで持ってきたので、一旦この状態で配備をしていっちゃいましょう。で、近接の航空支援なんで、陸軍の攻略の手助けをしてもらいましょうねというところと、これで1機だけになってるんでちょっと意味がないんでやり直します。数としてね、800機航空機を揃えるのがなかなかしんどいなっていう状況に今更なんですがなってまして、これをどうするかですね。せっかく4段階飛行場を作ったんだから、やっぱりそれにね、相当する戦力を配備したいなとは思うんですが、これがね、なかなかちょっと配備するのが難しそう。観光を入れる？観光を入れてもちょっと微妙だよね。ただ観光が余ってるっちゃ余ってるんで、観光を入れましょうじゃ。で、観光を入れたら、できるのが基地攻撃、あとは海軍攻撃なんで、この辺りをね、やっていくしかないかな。制空権というところではやっぱり戦闘機なんで、戦闘機の生産の量を増やしています。今画面の左に出ている飛行機のところでいうと、上から艦上の攻撃、艦上の戦闘機、さらに近接航空支援機ということで3つ、入れてるんですけど、この中で優先的に入れてるのはやっぱり艦上の戦闘機なんですよね。ここには7つの工場を割り当てていて、残りはね、本当に数としては少ない、ちょろちょろと作るっていう感じにしてます。で、海軍の方はというと、一応今、第2空母艦隊の方に空母が2隻、入ってきているんですが、随伴艦がちょっとまだまだなので、もう少しこのまま第2空母艦隊は止め置きます。で、空母は4隻体制がどうもいいぐらいな感じらしいので、4隻体制に空母はね、していきたいと思います。第1空母艦隊は今空母1隻のみで、第2空母艦隊が空母2隻という状況なんで、まずは第2空母艦隊、ここにあと2隻空母を追加していきます。で、今生産している空母は、空母の3型のマーク1ということで、ちょっとね、甲板のスペースと信頼性、このあたりのレベルを少し上げた空母母艦の3のバージョンアップ版を建設中というところになりますね。で、あとですね、ちょっと今後っていうことを考えると、空軍の量があり余っているといえばあり余ってるんで、このね、艦上攻撃もレベルをちょっと上げていければいいかなと思っていますんで、ここはね、手こ入れをしていきたいところにはなります。
はい、でここで岐阜県に対して宣戦布告の事案が完了しましたので、早速宣戦を布告していきます。まあ、岐阜県がどれくらい強いか正直分かっていないんで、ロケハンでもね、岐阜とは戦争していないので微妙なんですが、まずは追っ始めていきましょう。まあ、どうしても今だとね、愛知県に目が向いてしまっているんで、微妙なところではあるんですが。ゴリゴリと削っていきます。できればね、やっぱり航空支援があった方が、もちろん戦いは有利に進めやすいというのはあるんですけどね。まあでもこれ、岐阜県としては本当にきつい状態ですよね。こんだけもう土地狂ったやつらがガリガリ攻めてくるってなかなかきついですよね。帝国制千葉、帝政静岡、群馬帝国っていうような、本当にね、気違いたちがこう目の色変えて攻撃をしてきてる中、耐えしのぐっていうのはね、なかなかしんどそうですけど、まあ、残念ながらその岐阜に今のところ味方する勢力もなさそうなんで、このままいけば多分岐阜はこの広大な領域を奪われるんじゃないかなって気もするんですが、ただ苦戦してるところもあるね。正面戦闘幅が、まあ、120か。まあ、ちょっと微妙っちゃ微妙ですけど、この辺りは多分インフラのレベルとかもそんなに高くないんで、大部隊が展開するには、まあ、あまりそぐわないっていう部分も、もしかしたら、あるのかもしれないですね。はい、ではですね、今回岐阜との戦端を開いているんですが、もうちょっとね、時間がかかってきているようなので、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、再び岐阜との戦争の継続を行っていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。